ゆめりのモナリザラウンジ。お疲れちゃん。お疲れちゃんです。モナリザラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下での監督の茜澤ゆめりです。あなたの心をわしづかみ、役者の鷲見亮です。はい、はい、あの9月に入りまして、ありましたね、その、はい、私たち、うん、あの主演もして、私がちょっとあの監督も務めさせていただきました、はい、あどうも監督ありがとうございます初監督を務めさせていただきました、はい、映画陽光の木の下での上映会&、はい、あの私のバースデーライブにもなっているという9月8日の渋谷バー毎度おきにの、はい、イベントもそろそろということで、はい、今週ですね、はい、はい、ぜひぜひね、はい、はい、詳細は茜澤ゆめりのホームページなどで、はい、鷲見さんのフェイスブックなどでチェックしてください。はい、はい、お願いします。この後は実は、はい、素敵な作詞家さん、はい、本当にあの今井美樹さんとかはじめ、はいはい、最近桃色クローバー Z にも詩を提供されている本当に素敵な作詞家さんがこの後いらっしゃいます。イエーイ、はい、はい、じゃあその前に、はい、その作詞家さんですねの作詞された曲をお届けしたいなと思います、はい、今井美樹さんの Peace of My Wish。 いらっしゃいませ。こんばんは、岩佐千代です。どうも、はい、どうも、こんばんは、初めまして。初めまして、はい、本当にもうあのすごくお会いできるのが楽しみで、はい、楽しみでちょっと、ね、いい眠れない感じだったんですけれども、はい、今夜のモナリザラウンジのお客様は、はい、作詞家の岩佐優穂さんです。はい、初めまして、岩佐優穂です。ありがとうございます。岩佐さんは、1980年代から現在までアイドルから女性シンガー、はい、そして声優アニソンまで、時代とジャンルを超えてヒット曲を生み出し続けているまさに希代のヒットメーカーの、はい、作詞家ということで、はい、ありがとうございます、はい、初のご来店ありがとうございます。ご来店なんですね、ここはね、カフェなのね。あのモナリザ、なるほど、カフェ、カフェモナリザ、はい、モナリザカフェ、はい、モナリザラウンジ、あ、ごめんなさい、モナリザラウンジ、はい、ありがとうございます。あの本当にあの私の、はい、私はあの本当、いろいろと中学とか高校時代とかそういう時から、はい、あの本当に岩田さんの、はい、中学市の市の小学校じゃなく中学くらいからですよ。そうですね。そうかな、まあ、言わない方が良かったんで大丈夫大丈夫、すいません、小学校だったかなとか、はい、いやもう35周年超えてますからね。はい、はい、あの今井美樹さんの、はい、あの曲で詩を書かれてる、はい、そうですね、あの瞳が微笑むからというね、うん、そこからあの知ったんですけれども、はい、この詩がすごくいいので、はいはい、誰が作詞してるんだろうみたいなところからずっとあの注目させていただいてたんですけれども、はいはい、本当にお会いできてすごくありがたいです。ありがとうございます。呼んでいただいて光栄です。あの本当お若いので、あのえびっくりしたんですけれども、はい、でなんかあのそう、あ、よかった、すごく来てよかった。若くて、はい、あの本当にすごくおしゃれな感じのする、はい、あ、まあね、はい、まあ頑張って生きてます。もともとシンガーソングライターとして、ね、そうですね、はいはい、活動されていたってことなんですけれども、うん、はい、あの岩佐さんは昨年の5月に作詞生活35周年記念の2枚組の CD、はい、ミズ・リリシストをリリースされましたよね、はい、そうです、はいはい、あの以来ですね、はい、同じタイトルで、作詞家さんとのトークセッションをあの開催されています、ね、そうなんですね。だから去年、はい、あのまあその33曲かな集めた今までの中から、はいはい、あの私はでもね800、900曲ぐらいまでは書いてないのかな、900曲弱書いてる中から33曲を選ばせていただいて、はいはい、それであの2枚組の、あのアルバムを作ってリリースさせていただいたんですね、はい、だからそれをせっかく作ったから、あの、まあ、作詞家として何かあのできることはないかなと、面白いことはないかなと思って、うんうんうん、そしたら、まあ、あの作詞家同士の深掘りトークっていうのはそんなにあんまり聞いたこともないし、うん、あのまあ、ライターさんと作詞家とか、うん、そういうこう
そういう音楽評論家の人と作詞家の人が話してるっていうのはあるけれども、うんうん、作詞家同士がその互いの作品を分析し合うっていうのがちょっと面白いねっていう、すごく深いですよ。そうですよね、うん、だからそれを始めたんですよ、うん、それで元チャットポンチの高橋久美子さんと、はいはい、2回目はね、松井五郎さん、はい、それで3回目この前ヒャダインさん、はいはい、で今度は、はい、もう先輩になりますけど森幸之丞さんを迎えして、うんうん、で4回目を今度またやるんですけれどもね、9月9日にやります。そうですね、はい、すごくもう本当に掘り下げた、そうですね、トーク、はい、それをやってます、はい、本当に作詞家同士ならでは の、うん、いろいろと本当創作秘話とかいろいろ ね、 そうですね、お話をね、そうそうそう、ことができるのかなって思いますね、うん、本当に、はい、話題になってますもんね、すごくね。あ、本当にありがとうございます、はい、もう早番組の番組早々こんな告知していいのかなと思いつつ、ありがとうございますなんですけど、そうなの、もうすぐだから、ね、はい、来ていただくとね、うん、なんかねすごいちょっとね面白いんですよ、はい、本当にね意外な発見があって、私もその長年やってきたけれども、その自分じゃない作詞家さんのやり方や考え方やすごく勉強になるし、今回はそれで雪之丞さんだから、はい、もう私よりも先輩で40周年の方の ね、 ね、なんか生き様がそのエネルギッシュな、そのこう、うん、なんていうのかしらね、すごいアグレッシブな、うん、方なんですけれども、うん、その考え方とかも伝わると思うので、はい、ぜひ来ていただければと思います。そうですよね、うん、70年代から80年代、そうです、私より上の70年代からですかね、雪之丞さんはね。そうですよね、はい、76年のデビューということで、そうですね、チャーラーヘッチャラーとかアニメもあれば、うんうん、布袋さん、氷室さん、秀とか、うん、ね、ロックの方も書かれてるし、ですよね、はい、すごく、うん、本当掘り下げて、はいはい、ゲストに、そう、デンダマオちゃんが、うん、ミニライブもしてくれるんで、はい、よければ皆さん、すごくスペシャルな、ね、来てください、はい、はい、ですよね、9月9日の、はい、17時からかな、はい、はい、土曜日なんですけれども、はい、ね、チケットピアで絶賛発売中なんでよろしくお願いします、はい、ポニーキャニオンの1階イベントスペースにてということですよね、はい、はい、ちょっとここで岩里さんのプロフィールを少しご紹介させていただきたいんですが、はい、1980年に岩崎優子の名義でシンガーソングライターとしてデビューされました。今日は、はい、そちら の、 CD バージョンで去年ね、その復活されてね、はい、出していただいてありがとうございますって感じなんですけど、マジカルリキュール、はい、はい、そうです、アルバムになってますね、はい、ありがとうございます。今日はこちらから曲をおかけする、まあ家に帰って聞いてみてください、ありがとうございます、ゆめるさんが、はい、そして、こちらの名義で、岩崎優子の名義で、シンガーソングライターとしてデビューされた後に、はい、1983年に岩里優子の、はい、名前に変えて、はい、変えて、うん、そして、堀ちえみさんのさよならの物語で作詞家、ね、うん、作曲もされてデビューされたということですよね、はい、はい、そして今井美樹さんと出会って作詞に専念するようになられてということで、はい、まあ、私ゆめるも大好きな曲瞳が微笑むからですね、はい、先ほどオープニングでもかけさせていただきましたピースオブマイウィッシュ、そして、はい、ミスユーとヒット曲次々と生み出されて、うん、ということなんですけれども、はい、はい、そうですね、じゃあいろんなそういうエピソードとかもちょっとこの後お聞きするとして、はい、はい、ではここで一曲おかけしたいなと思うんですけれども、はいはいはい、そうですね、何ゆめるさんが、ね、はい、じゃあ私を好きになってくれた曲、リクエストでもいいですか、はい、それにしてください。じゃあ今井美樹さんの瞳が微笑むから、はい、お聞きいただいたのは今井美樹さんの瞳が微笑むからという曲でした、はい、こちらは、作詞家岩里さん、岩里優子さんが作詞をされて、私にリクエスト曲を、はい、私を知ってくださった曲なんですね、はい、です89年なんですけれども、はい、うん、だからね、初めて今井さんのシングルを書いたのがこの曲なんですよね、うん、でその次に Peace of My Wish があって、あ、まあ、はい、そういう感じですね。その後が Miss You で、その 3曲が、まあ、バラードとして私と上田千佳さんっていう方とのコンビで
やらせてもらったシングルでしたかね。あ、まだあるか。まあいいや、有名なやつはそれかな。あ、違うわ、ミスユーは布袋さんだ、はい、ごめんなさい。そうですよね、そうそうそう、はい、シンガーソングライターとしてデビューされて、そして作詞家としても、はい、デビューされてということですよね、はいはい、作詞家として専念されたということ、まあ、専念されたっていうかね、シンガーソングライターとしてはデビューしたけれども、うん、もう本当にデビューした途端に、あ、私はちょっと裏方に回りますっていうふうに自分で、思ったので、っていうのは、まあ、歌がそれほど好きではなかったなと思って、デビューをしたかったんだけれども、うんうん、その夢が叶ったんだ、はい、ちょっとこれじゃないなと思って、うんうん、で詩を書くこと、曲を書くことの方がちょっと自分にはやりたいことなんだなっていうのが、やってみて初めて分かりましたね、うんうん、でだから当初は詩曲だったんですけど、はい、でまた詩と曲を書きつつ、やっぱり私は詩だなって、一つ一つやって初めて分かるみたいに、ぶつかって、怪我して分かるみたいな、そういうタイプの人間なので、一つ一つやりながら決めていって、それで、作詞家になるっていうことになりましたね、最終的に。そうだったんですね。そうそう、それで専念して、でその時はきっかけは、だからミキちゃんに出会って、それで、上田千佳さんっていう人とは出会って、はい、まあ、曲には曲の才能がある人がいて、歌は歌で、私は詞を、自分の力をそこに注ごうっていうふうに決めたんですよね、そういう、 こう流れがあったわけですね。そうですね、はい、本当に。そして素敵なこう、はい、曲ピースオブマイウィッシュとかですね、そうですね、人の声からもすごい素敵な曲なんですけれども、今井美樹さんの曲に私結構注目すること多いですけれども、さまざまな、方に提供されてますけれども、そうですね、作詞家っていうのは、いろんな方、いろんなアーティスト、はい、いろんなジャンルを逆に作ることができるっていう、面白さがあるわけですよね、はい、そうですね、坂本真綾さんとか、ね、そうね、坂本真綾さん、はい、最近はだから花澤香菜さんとか、中川翔子ちゃんとか、はいはい、そしてちょっと BGM でも聞いていただいてる桃色クローバーズですね。桃クロちゃん、はい、はい、そうです、そう、早口の詩なんで、そっか、ラップ、はい、早口、あ、本当、いろんなさまざまなジャンルのね、そうですね、はいはい、詩を書かれてるんだなっていう、はい、セクシーゾーンとかも、セクシーゾーンもやらせていただいて、そしてこちらもアニメソングですね、アニメソングも、創世のアクエリオン、はい、そうですね、はい、すごく本当にジャンルを超えていろんなさ、でもそれもね、今井さんの時に菅野陽子さんっていう、プロデューサー作曲家にもあって、はいはい、彼女と出会って、アニメの世界の歌もちょっと書いてくれないかなっていうオファーがあって、それでそこから始まって坂本真綾さんと出会ってっていう風に、やっぱり流れがあるんですよね、そういう流れの中で自然にいろいろなジャンルを書かせていただいてるっていうことで、自分としてはね、もう全部一緒なのね、だから一緒っていうか、一つ一曲一曲そこの目の前に楽曲があって、でそこでどんな面白いことができるか、自分として何ができるかっていうことを追求してるっていう感じです、いろんなさまざまなジャンルの、曲に歌詞を書かれてるんで、はい、こうちょっと苦労されたこととか、いやだからジャンルが違うっていうのっていうのね、意外にあんまり関係ないんですよね、だからどこ全て本質を本質は何かっていうことをまず捉える、はい、っていうことが全ての、詩だけに限らずさ、はい、なんか仕事の本質ってなんかそんな気がするんですけど、だからこのアーティストで今のお題は、例えばどういう楽曲をもらい、どうアルバムに入るのかシングルに入るのか、彼女がどういう、そのアーティストがどういうシチュエーションに今いる人なのかとか、だから向こうから何を期待されてるか、で自分としては何を書きたいかっていうことの全てのいろんなまとめ、いろんなことのその中で、今回は何を選ぶべきか、何を書くべきかっていうことをこう探っていくわけですよね。だからそれはジャンル一つ一つ、一曲一曲全部、そういうそこを掴むっていうことだと思うので、だからね、ジャンルが違ってもね、やることは一緒っていうか、考え、考え方としてはそういうことなんですよね、
実は私もいろいろとシンガーソングライターとしても活動してるんですが、中学の頃にいろいろとこう壁にぶつかることがあって、それをポエムに書いたりとかですね、そういうことから始まって歌を歌うことになったんですけども、いろいろと身近に起こった出来事をモチーフに、私の場合は詩を書いてということが多いんですけれども、ノンフィクション的な感じなんですが、岩里さんは火事の中から、火事、歌詞が生まれるというふうに、聞いたんですけれども、火事の中からって、火事をやってる時に、結構ね浮かぶことが多いっていうことかな、どこかで私がなんか喋ってた、そうインテリアが好きだからね、はい、そういうやつかな、だからね、洗濯物をこう畳んでたり、洗面室っていうか洗面所が白いんですよね、その真っ白い空間の中でこうタオルを畳んだりなんかしてると、結構言葉が浮かんだりします、わかんないけど、そういうこう日常の空間の中でリラックスするんでしょうかね、なんかそういうのがありますね。で、そう思いついたこうフレーズとか書き留めておいたりとかっていう、書き留めておき、おいたりしますし、その例えばそこの家事をやりながら、今日書く曲を、ほらスマホから流してるわけ、今日締め切りだから、締め切りなのにタコと畳んでるの締め切りなのにそもそもなんかやってるわけじゃない、だからその時にこうもうひたすら曲流してるから、だから家事しながら書いてるすごいね、これこんなこと言っていいかって、まあいいよねそうだもん、はい、そうなんですね、そういうこともある、日常の中からこんな、ね、こういうミリオンセラーになった曲の、いやでもね、そういう中からやっぱりね、特別なことを書くわけじゃないので、特別なことを書くわけじゃないっていうことは、だからみんなが生活してる中で思ってる気持ちを拾い上げていくことだから、もう特別な気持ちではなく、日常にある皆さんの気持ちが私がこう気がつけばいいわけでしょ、だからそれって普通の生活の中にあると思うんですよね、なのでタオル今度畳みながら考えてください私歩いてる時とかお風呂入ってる時とか、それも日常じゃない、はい、それと一緒だねそうそういうことだ、はい、本当にもうすごくいいお話ばっかり、本当にはい、すごく贅沢な時間だなと思うんですがあっという間にどうしましょう、あっという間に時間が、本当はまた来週もいらしていただきたいぐらいなんですが、ちょっとあれですね、イベントの方があるということで、そうですね、こちらのトークセッション、改めて告知を、9月9日の土曜日です。17時から開演で、17時スタートですよね、夕方なんですけど、ポニーキャニオンス、イベントスペースで、虎ノ門ですが、そこで森雪之丞さんをお迎えしてトークイベントします。チケットピアで絶賛発売中で、当日券も多分、大丈夫だと思うんで、よろしくお願いします。来ていただければすごい楽しい話が聞けると思います。 すごくもう本当に今のお話でも深いなと思ったんですけれども、これ以上に深い話が、そうですね、もう雪之丞さんすごいですごいと思います本当に金言だらけっていう感じで、あとね、本当データ真央ちゃんが、ひょっとしたら私たちのカバ、歌のカバーを歌ってくださるかもしれなくて、それも楽しみの一つだなと思ってます。ですよね、本当にすごくこう贅沢な感じの、こちらのトークセッションなので、お待ちしてますので、9月9日、ぜひ皆さん今すぐチケットピアで、絶賛発売中ということで、ぜひ私もね、もうぜひ来てください、ありがとうございます。本当にあっという間に時間になってしまったんですけれども、そうですね、じゃあもう一曲ちょっと岩里さんの作詞の曲から、そうですね、もうゆめるさんがね、今井美樹さん好きっていうファンで言ってくださるということで、今年に入ってね、配信でリリースしたものがあるんですね、で美樹ちゃんとはもう25年以上の付き合いなんですけど、また上田さんと20年ぶりにコンビを組んだ曲がありまして、青い空と赤い花っていう、CM の
あの歌で流れてるんですけれども、それを配信したので、その新しい曲を皆さんに聴いていただきたいなと思ってます。はい、はい、ぜひ。そうですね、青い空と赤い花、はい、すごいあのね、はい、大人のキュートさっていうか、大人だからこそのあのこう可愛さがあのふんだんに感じられると思いますので、よく聴いてください。じゃあこの曲を聴きながらということで、はい、あの本当にあっという間に時間になって、そうですね、またぜひ読ませていただけたら、はい、また読んでください。嬉しいです。今夜のモナイズラウンジのゲストは、時代とジャンルを超えてヒット曲を生み出し続ける作詞家の岩里優穂さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。あのいつか私もですね、はい、うん、私岩里も岩里さんに作詞していただけ、はい、あ、本当頼んで、いつでも頼んで、いいですか、フランクに、フランクに約束していいでしょうか。作詞していただけたら嬉しいですし、うん、はい、作詞していただけるように頑張ります、ね、素敵な曲作りましょうね。ありがとうございます、はい、本当にありがとうございました。じゃあ今由紀さんの青い空と赤い花を聴きながらということで、はい、どうもありがとうございました、はい、さよなら、失礼します。愛媛県の山の中の集落にある人気のない畑、ここに名もなき桜たちが花をつける。平和のシンボル陽光桜に秘められた悲しい物語をあなたは知っていますでしょうか。第二次世界大戦時中に愛媛県で教師をしていた高岡正明さんが出征し戦死した教え子たちへの供養にと、25年以上の歳月をかけ開発し、世界中に5万本以上寄贈された、その桜が陽光桜。昨年の8月にこのモナイズラウンジにいらしてくれた元参議院議員の江田さつきさんから聞きました。陽光桜はソメイヨシノに比べて花が咲いている期間が長い桜だから、陽光桜はしぶとく幹にしがみつく桜、そこにはこれからの日本人は潔く散るのではなく、かっこ悪くても最後の最後まで幹にしがみついてほしい、命を大切にしてほしい、そこにとどまってほしいという開発者の高岡正明さんの切なる思いが込められているんだと。さて、私ゆめるは昨年2月にアグネス・チャンさんにお会いし、陽光桜と平和をテーマに対談を行ってきました。アグネス・チャンさんとはこれからも世界の平和のために、子どもたちの笑顔を守るためにお互い頑張っていきましょうねと誓い合いました。私アカネザー・イメルは高岡正明さんの崇高な思い意志を受け継ぎ、陽光桜に込められた命を大切にしてほしいという、そこにとどまれステイという陽光桜からのメッセージを、音楽の力で平和への願いを伝え広めていけたらと思います。アカネザーイメル、ステイ、桜の花のように。ユメルのモナイズランジもあと残すところ20分ほどで閉店の時間となりました。今夜もユメルのモナイズラウンジにご来店いただいてありがとうございました。ユメルのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はメールアドレス、光アットマークミュージックバード .co.jp、 光アットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしております。はい、メールでもお待ちしてますし、ブログもありますので、そちらの方もご来店お待ちしてます。メッセージをいただきました。ありがとうございます。春吉さんからいただきました。春吉さん、いつもありがとうございます、はい、ゆめるさん、9月8日やってきますね、バースデイライブ&映画上映会、行きますよ。満員で間違いなし、あの無茶ぶりにも期待してますということなんですけど、ね、僕は無茶ぶり期待してないんですけどね。まあ、一応あのね、9月8日はそうですね、上映会、陽光の木の下での上映会と、
私のライブとか、はいはいね、バースライブもあと、ね、アフタートークなどもいろいろとちょっと質問事項を決めてやっていきたいなと思うんですが、はいまあ、司会はあの、はい、カエルくんとか岡崎優子さんとかがやってくれるらしいです。あいいじゃないですか、はい、司会っていう感じじゃないですもんね。僕は司会って感じじゃないですねあんまりそういう司会業とかはやらないぞみたいな、俺はスターだぞみたいな。いやまあやれって言われたらやりますけどじゃあそんな感じでぜひぜひあの、はい、いらしてください、はい、ということで告知関係鷲見亮さん。はい、鷲見亮から告知をさせていただきます。マセショウタと一緒にやっていますバラエティ番組まるまる中、こちら YouTube で配信していますのでぜひご覧いただけたら幸いです。あと DVD になっています僕主演のストーキングラブ、こちらツタヤとゲオでレンタルしておりますのでぜひお借りいただけたら幸いです。で明日で終わってしまっても満員御礼でありがたいんですけれども、新宿侍であの子とスキャンダル、こちら劇団コラソンの公演なんですけれどもぜひ、予約された方はあの早めに来ていただけるとありがたいです。あと9月22日から24日、僕が主演でやらせていただきます。タイトルがですね布団に変わりまして合同コンパという斬新なタイトルになっております。こちら赤坂チャンスシアターで、行いますのでぜひ、予約はツイッターで受けたまわっておりますのでぜひご予約していただけたら幸いです。あといろいろ詳細がございますのでこちらは、SNS でチェックをよろしくお願いいたします。はい、はい、私茜沢エミルからのお知らせです、はい、9月8日金曜日、6時半から渋谷バー毎度おきににて先ほどもお伝えしました映画ジョ・ヨーコーの木の下で茜沢エミルバースデーライブということでぜひぜひあの予約制になってますので今すぐご予約よろしくお願いします。そしてこの映画陽光の木の下で私ゆめるが初監督を務めた作品ですがこちらの公式ウェブサイトがオープンしてます、詳しいことは私茜沢ゆめるのホームページ Facebook などで ご確認ください。 Facebook 内にあります茜沢ゆめるプロジェクトこちらにも詳細をアップしてますのでぜひいいねをよろしくお願いします。同じくフェイスブック内にあります映画陽光の木の下でのページですね、こちらもぜひいいねをよろしくお願いします。世界中に5万本以上寄贈された平和のシンボル陽光桜のテーマにした CD ステイ桜の花のように私茜沢ゆめるが作詞作曲してます。ぜひカラオケダムなどでも歌っていただいて全国の CD ショップで販売してますのでぜひ購入していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。平和のシンボル陽光桜の私ゆめるの音楽プロジェクトの記事が、新聞各紙メディアなどでも、いろいろと掲載されているんですが、地元の香川県四国新聞、愛媛新聞、産経新聞、新潟版、愛媛版などインターネット版産経ニュースの方では私茜沢ゆめるの平和のシンボル陽光桜の記事が配信されています。アグネスチャンさんと平和と陽光桜をテーマに、対談を行った記事がですね配信されていたりするので、アグネスチャンさんそして茜沢ゆめるゆめるゆめるで検索をしていただければなと思います。教えてグーウォッチのウェブサイトの方では私ゆめるが専門家として皆様のお悩みにお答えしますのでぜひチェックしてください。映画主題歌なども歌わせていただいてます。2016年公開映画明智くのいち忍法外伝、そして2015年映画ホワイトウィザード、こちらは光という曲を主題歌に起用していただきました。そして2014年、長澤奈緒さん主演の映画柔道ガールズ、こちらは主題歌キャリーオン、起用していただきました。よろしくお願いします。YouTube の方では、私ゆめるのミュージックビデオがたくさん配信されています。ぜひ茜沢ゆめるで検索してください。いろいろと、そうですね、そして YouTube の BAP 公式チャンネルに、アップされています。金子修介さんが、初の恋愛小説を書き下ろしたんですが、夏休みなんかいらないという、はい、このドラマの中で、私ゆめるがキャンドルライトという曲が挿入歌で起用されていますので今 BGM でも聴いていただいてます。ぜひそちらの、ウェブドラマ DVD でも好評発売中なのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。そうですね、私ゆめるが初監督を務めさせていただいた映画陽光の木の下で、こちらの予告編もあの YouTube の方で、今ご覧いただけるということで
ぜひチェックをしていただけたらなと思います。もろもろはですね、あかねずあいめるで検索をしていただけたら、はい、ホームページ、ブログ、ツイッターなど、ぜひぜひ、チェックしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、いろいろと9月8日ははい、はい、どんな感じですかね。どんな感じ、なんすか、どんな感じもうすぐですけれども、はい、あのイベントが、いや、井村さん自身はどんな感じですか。バースデーライブも兼ねて、そうですね、はい、あのぜひ、はい、ご来場いただいて、はい、いろいろと、ね、はい、9月8日なんで、もしよかったらプレゼントとかも持参していただけたら楽しみにしてます。最速ですね。いや、そういうことじゃない、まあ、何をもらったら嬉しいですかっていう、そういう質問が浜ちゃんという方から来てたんですけれども。あ、何ですか、はい、今までもらった誕生日プレゼントで何が嬉しかったですかっていうことですけど、ほうほう、そうですね、あの結構あのシャネルというブランドがありますけれども、はい、そちらのあの香水とかですね、はい、使ってる香りなんですが、そちらとか、はい、あの口紅とかですね、あの完全ねだってるじゃないですか。そちらはちょっと結構あの重宝する、あの私が実際使ってるものだったんで、はい、まあ、だからやっぱり化粧品とかですね、そういう、こう女性にとってあの必要なコスメとか、うん、そういうのは結構助かりますよね。あとは、うん、そうですね、エルメスのスカーフとかあのなかなか高価でね、自分で買おうと思っても買えない。そうですよね、結構いい値段しますよね。エルメスのシャネル、まあ、でも電化製品とかもね嬉しかったですけど、なんだかんだ何でも嬉しいじゃないですか。そうです、はい、あ、でもあの、はい、すごくあの蜂蜜、うん、あの山田養蜂場の、はい、スティックタイプの蜂蜜とか、はい、いただいた時もすごく、うん、あの喉にいいので、お、のど飴とかも嬉しいですよ。おお、もうぜひぜひのど飴を皆さんお願いします。じゃあ、 あのぜひね、あのご予約ご来場お待ちしてますということで、じゃ あ、 あのちょっとエンディングでモナイズラウンジを締める前にですね、はい、あのちょっとあのパーソナリティの方も変わったみたいですね、10分コーナーなんですが。あ、そうですね、はい、はい、じゃあゆうゆう音楽散歩をお聞きいただいて、そして10分後にまたご挨拶があります。ゆうゆう音楽散歩のコーナーです。ゆうゆう音楽散歩のコーナー、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、すごく素敵なゲストさんが今日はね、そうですね、いらしていただいて素敵でしたね、はい、はい、作詞家の岩里さん、はい、本当に素敵なんで、私もトークショーにね、はい、あのトークセッションですね、うん、行きたいなと思ってます。お、はい、はい、じゃあ、 あの来週も次週も、うん、その次も素敵なゲストさんがご来店してくれるだろうなということで、はい、私たちは9月8日の渋谷バー毎度おきにで、うん、映画陽子の木の下で、そして私ゆめるのバースデーライブ頑張りたいと思います。頑張ってください。え、出ますよね。あ、はい、出る人です。あ、出ますよ、はい、じゃあそんな感じなんですけれども、はい、じゃあエンディングの曲はですね、私ゆめるの、実体験を作詞作曲で書いた10代の頃に地元の香川県で書いた夢の雫という曲を聴きながらお別れしたいと思います。ここまでのお相手はあなたの心をわしづかみ役者の鷲見亮斗、はい、モナイズラウンジのオーナーことシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下での監督務めさせていただきましたあかねずあいめるでした。それではエンディングは夢の雫を聴きながらお別れです。それではまた来週。